天下百剣は、刀剣をモデルとした少女、剣たちが、架空の時代、明治を生き抜く様を描く日本のメディアミックス作品群。角川によるオリジナル企画及びプロジェクト。設定制作は、セブンデズウォー。架空の年号、明治の時代に起きた、人の姿と意志を得た、刀剣、剣と剣の力を最大限に引き出すことのできる不剣使いを、 中心とした複数の物語が描かれている。メディアごとに主人公となる不剣使いや不見が異なり、時代も違う。2015年5月に電撃ジーズマガジンにてプロジェクトが発表され、同時に公式ウェブサイトを公開。その後は毎月同紙面や公式サイト上でエピソードストーリーとともに新キャラクターを紹介するという形で展開された。 2016年3月には公式コミック、天下百剣マイナス発が電撃ジーズコミックにて連載されることが発表され、2016年5月号より掲載された。また2016年3月28日からは公式、ツイッター上において、武士の部による4コマ、漫画も配信開始。2018年2月より、天下百剣マイナスぎ、天下百剣彩り、同年4月より、 天下百剣窓化が連載開始となった。2017年5月から小説天下百剣乱体天下百剣光、マイナスが連載開始となった。2016年5月にはスマートフォン向けアクション RPG 天下百剣残マイナスとして2016年秋に配信されることが開発中画面と共に発表され、2017年4月20日に正式リリースされた。 配信元は DNA、開発担当は、あまた、株式会社。2021年6月15日、残が、同年8月16日をもって、サービスを終了することが発表され、2021年8月16日15時に、約4年間のサービスを終了した。長く続いた戦乱の時代が終わり、配当令が交付された、明治時代。剣士と共に歴史を裏で支えた。 府県たちも、自らを武器として使用することを禁じた、百科の誓いを胸に抱きそれぞれの道を歩み出した。しかし、関ヶ原の合戦からおよそ300年後、亡霊や府県による原因不明の災いが発生し始める。政府直轄組織、お花見衆は、災いの鎮圧と、府県の保護をすべく立ち上がる。主に、モデルとなった、刀剣。 複数のメディアで共通する設定を記述する。イラストレーターはゲーム版、声優はゲーム版およびアニメ版のもの。府県は公式ウェブサイトの府県名物帳に追加されていき、順次、残でプレイアブルキャラクターとして実装されている。その中には、タイヤ兵によって作られた既存の府県と同じ名を持つ影田も存在する。また、 既存の府県の別バージョンが実装されることもある。これらは、名の頭に、がつくが、新意義症という特殊な処理を施された場合は、その限りではない。刀剣に、地方色の強いエピソードがある場合、担当声優にはその地方出身者をアサインする、傾向が非常に強く、方言を交えたセリフに大きく貢献している。事情により、声優が交代した場合、 残ではすでに入手済みのプレイヤーにのみ、奥と名の頭についた旧声優の音声の付件が配布され、手持ちの付件は新声優の音声に切り替わる。ガチャからは新声優のバージョンのみ排出されるようになり、旧声優のバージョンは新規入手不可となる。ここでは、付件以外の登場人物を記載する。各メディアに登場する、付件については、付件を参照。 天下百犬プロジェクトが原作を手掛け、酒好き誉れが作画を担当する。電撃ジーズコミック2016年8月号から2017年7月号まで連載された。32年式軍投稿がメインキャラクターを務める。小説版の天下百犬団体と共に聖死であるとされ、乱の前日端となっている。天下百犬プロジェクト最初のメディア展開となった。 2017年10月27日に単行本化されるにあたってタイトルが天下百剣から天下百剣マイナス発に変更されている。あらすじ同期は明治32年、表向きは宮古屋という名の湯屋を営むお花見集の拠点。天下古剣の一振りじゅ丸、常ねの主である兄、小太郎に憧れる小次郎自身もまた宮古屋において、 ふっつ遣いを目指していた。ある時小次郎は小ガラス丸に促され、指令である父、武蔵のところを向かいそこで生まれてから日が浅い府県32年式軍投降と出会う。武蔵は小次郎に、孔を、将校の屋敷に向かわせるお供を命ずる。生まれたばかりの無草ゆえ、人間的な常識を知らぬ、無機質な孔に戸惑いながらも小次郎は、将校の屋敷に到着する。 しかしそこには、が頼むに襲われた将校の姿があった。書紙情報天下百件プロジェクトが原作を手掛け、三影幕が作画を担当する。津田江知前守女博士を中心としたギャグと、お色気が売りのギャグ漫画。電撃魔王2018年2月号から2021年6月号まで連載された。書紙情報天下百件プロジェクトが原作を手掛け、 高見勇気が作画を担当する。電撃ジーズコミック2018年2月号から2019年2月号まで連載された。書紙情報天下百件プロジェクトが原作を手掛け、多門結これが作画を担当する。電撃ジーズコミック2018年4月号から2019年4月号まで連載された。 書紙情報電撃ジーズマガジン2017年5月号から2019年1月号まで特別付録電撃 GS ノベルボリューム20において連載。著者は出口木の氏、イラストを秋はが担当している。府県である32年式軍投稿がメインの原作政治ストーリー。単行本は一巻のみ発行されているが物語終盤の数話は 炭鉱本務収録となっている。あらすじふっつるぎ使いとなった小次郎は、府県三十二年式軍統稿と共に任務を、まっとうしていく。ある日、現役最強のふっつるぎ使いである兄、小太郎と連絡が途絶える。小次郎は小柄すまるの任を受け、こう、五個体吉光、青木金本らと共に、小太郎が消息を絶った炭鉱へと向かう。無事に兄と再会する小次郎であったが、 元不剣使いのアシュラマルを名乗る人物から差し向けられたサビ頼むと化した元府県、比善忠弘に襲撃される。諸子情報電撃ジーズマガジン2017年5月号から2018年12月号まで特別付録電撃 GS ノベルボリューム20において連載。著者は風見山でイラストをピスケが担当している。舞台を現代に移した。 スピンオフ作品である。書子情報2016年5月に電撃ジーズマガジン紙面においてスマートフォン向けアクション RPG 天下100剣残マイナスが2016年秋に配信されることが開発中画面とともに発表された。しかし当初予定していた2016年秋にリリースされず翌年の2017年2月末に アンドロイド版のベータテストのテスター募集が告知された。その後2月24日から3月3日までのベータテストを経て2017年4月20日に正式リリースされた。2017年9月22日には公式攻略ウィキが開設された。2021年8月16日15時をもってサービスを終了した。プレイヤーはお花見集の体調となり、 フッチるレギ遣いとして、普遍たちと共に、人々を災いつから守るために戦う。メインストーリー上では、ジョー・イズミ・マサムネ、クアナゴー、ゴー、ヨシミツの3振りが、メインヒロインに当てられている。ゲームは大きく分けると、SD キャラクターの普遍を操作しマップ上の敵を倒していく、ベルトスクロールアクションタイプのアクションパートと、その普遍との親海度を上げることで、 付件ごとのストーリーを進めていくアドベンチャーパートの二つのパートからなる。公式においてはジャンルを美少女剣撃アクション RPG としている。アドベンチャーパートの付件アニメーション部分では良いモいテが用いられ、二次元のイラストが滑らかに動くことも特徴の一つである。キャラクターソング2019年10月13日から同年12月29日までショートアニメ。 天下百剣明治館へようこそ。が BS11 にて毎週日曜22時54分に放送された。包丁三姉妹が切れ味抜群な番組を目指すラジオが2019年10月1日から2021年3月23日まで文化放送 A、長、A&G にて毎週火曜19時から配信。全78回。パーソナリティはすかし、正宗役の 飯田光、包丁正宗役の柳原可菜子、堀抜、正宗役の春川幸、天下百軒明治館へようこそ、に関するカテゴリー、ありがとうございます。